はい、どうも、太田です。今回はですね、山田ハウス式カット術の極秘情報を公開したいと思います。山田ハウスってめちゃくちゃカットが細かくされて結構見やすいカットにしてると思うんですよ。それってね、本当にめちゃくちゃ面倒い作業なんで、今からそれをするんですけど、ただ無心でやっても割に合わないんで、動画撮りながらやりたいと思います。 YouTuber になりたい人はこれを覚えておけっていうのを紹介しますから、あ、山田ハウスってこんな面倒くさい作業してんだなって思いながらね、編集とか縁がない人は見てください。で、現在これね、もともと2時間半くらいの動画だったんですけど、普通の YouTuber は多分こっから字幕や効果音を入れていく作業に入ると思うんですけど、私たちは違います。より一層無駄のない動画を作るために企業努力をしております。まず5秒くらい流しで見てみましょうか。まず初日は皮膚科に参ります。体の皮膚で気になってる部分が2つありまして、これでもね、全然わかるんですけど、まず初日はってまず別になくても伝わるんですよね。このまずの部分を切ります。あ、僕が使ってるソフトは iMovie っていう無料の底辺 YouTuber が使う動画編集ソフトです。初日は皮膚科に参ります。ここテンポ悪いんで、皮膚科にって言った瞬間に切ります。そしたらここって参りますまでの間なんですけど、ここを切りますね。 0.1 秒とかなんですけど、ここを切ると、初日は皮膚科に参ります。体の大体こんな感じなんですけど、もっと細かくすると、初日は皮膚科に参ります。こんな感じ。体の皮膚で気になってる部分が2つありまして、ガーとかもう言うなお前、伸ばすな、これめんどくさいんじゃ。気になってる部分があります。気になってる部分があります。一つでまとめろ。二つ。そうね。二つの間の 0.1 秒の間とかをね、二つ切っていくわけです。二つありまして、一つがこのありまし、ありまして、伸ばすなお前は、ありましてじゃなくて、ありましてにしてんか。ありまして。そうするとね、あら不思議、見やすくなります。あ、今体の皮膚で気になってる部分が二つありまして、一つ。そう、これが山田ハウスマジック。流しで一回通しますけど、これでも別に見れるんですよね。こちらの蒙古斑ですね。こういうちょっとね、間があった方が見やすいとかね、東海オンエアさんとかそういうカットですけど、一つがこちらの、こいつ殺そうかなって編集の時思うんですよ、ね。ここで切らないといけないですよ。こちらのって言った瞬間に切ったら見やすくなるっていうテクニックと、発音の最初を頭に持ってくる。もうご飯ですね。もう、ここからもを言ってるんですよ。ここからもが発音されてて、ここの部分はもに入るまでの空気なんですよ。もが発音されてるのはここなんですね。ここ、もうご飯ですね。そこをまずは合わせると、するとすごく見やすくなって、あとね、語尾を合わせる。さっき言った通りに空気のとこは消して、ご飯ですね。このですねって言った瞬間に切る。ですねとかじゃなくて、ですね。で、切ります。それが軸になってるかな。まずとか、いらない単語。例えば、あるあるなんですけど、もうとか、ちょっととか、別に言わなくても伝わるとこを消す手のと、言葉の発音の始まりと、ケツを合わせる手だけでも結構見やすくなると思うんですよ。もうとか、なくても伝わるよねっていうのが、感覚的にわかんないのであれば、頭とケツだけ合わせるだけでも、すごく見やすくなると思います。生まれつきとね、このクソ細かい作業を今からやっていくんです。ということで、説明する場面が来たら、また喋ります。それまでは集中します。ずっとね、無視しておりました。来ました、急に来ました。これ何があれか分かりますか。問題、ずっとね無視しておりましたが、今のシーンで無駄なとこはどこでしょう。チックタクチックタク。正解はねですね。ずっとね、これ人間あるあるなんですけど、動画撮ってると相手に話しかけるような感じで喋っちゃうから、ずっとね、なんとかしてねとか言うんですよね。ずっとね無視しておりましたがって言ってるんですけど、これずっと無視しておりましたがで伝わるんですよ。なんでここで切って、これねの部分ですね。ここねの部分なんで、こうするとすごく見やすくなります。ずっと無視しておりましたが、ほら、こうすることによって顧客満足度を上げていく。視聴者の人に無駄な時間を使わせない。そういうのを10分49秒。これ何時間かかんだ。今4時6分ですけど、6時には家出ないといけないけど、間に合うのかな。俺が一番編集で嫌いなとこ。もしかしたら、もしかしたら、もしかしたらって言ってくれよ。これ編集一番めんどくさいんだから。頭合わせろって言いましたけど、この発音パターンを頭だけで合わせたら、もしかしたらこうなるんですね。もしかしたらってなって、何言ってんねんこいつってなるんで、そこは顧客満足度を下げてしまうので、もしかしたら言葉の頭にちょっと間を作ると、もしかしたらこうすることによってギリ伝わる言葉になるわけです。とにかく端的に相手に伝わるようにカットするんですけど、相手に伝わらなかったら意味がないから、そういうとこはちゃんと間を作って伝わるようにすると。これね、 iMovie が最強なんですよ。カットだけで言ったらね、カットするなら iMovie かな。 Adobe とか使ってきたけど、 iMovie はマジでカットに優れてると思います。なの先生がね、このねシリーズマジで殺したくなってきた、ね、ついに出ました。ここのニューリーはちょっとね、ちょっとねのとこなんですけど、これを短くしようと思ったら、ここからここまでがちっちゃい「つ」の部分なんですよ。だから「ちょ」で切って
てこんくらいあったら多分ちょっとになるんですよ。ちょっとね、ならんかった。ちょっとこれでちょっとになったんで、こうですね、こうやって200カットくらいこの10分にした時点でやってたと思うんですけど、その中で 0.1 秒ずつでも切っていったらチリツモでね見やすくなっていくんで、っていう作戦もあったり、出ました、出ました。ちっちゃい2シリーズもね、僕大っ嫌い。あったりを短くするのは難しいのよ。もしあったりしちゃいますかね。お、すごい上手くない？これ流れるようなカットじゃなかった？あったりしちゃいますかね。流れるようなカットをしてしまったんですけども、まだ気になる、それはどこかというと、あったりしちゃいます、しちゃいますと金の間ですね。単語ごとに区切っていくような感覚。例えば早速受信していきます、早速受信していきますだったら、早速と受信していきますで分けるような感じですね。はい、今22分作業してて、まだ26秒しか進んでないからね。どんだけかかるんだよこの動画。めんどくさいシリーズ来ました。ニューリンって言ってるんですよ。これはめんどくさいですよ。ニューで切ってリンで合わせる。こうですね。これで来ました多分。ニューリンのところが。はい、これで完璧です。こう動画を編集してるとね、面白いところでもだらだら話が伸びてたり、面白いけど長いところは切ります。今日特別に見せます。山田の乳輪見せた時に、患者さんとか先生や助手、患者さんたちが乳輪でかってみんなでハモらんかったっていう話をしてます。あと乳輪が黒い助手のお姉さんとか先生一緒に乳輪でかってならなかったもん。なりませんでしたよ。他のお客さんとかも外からも聞こえてた。乳輪でか、車に乗ってる人とか乳輪でかって吉本にでもなりません。面白いけど、この先にもっとおもろいのあるから切っていいかな。ここまででかくなったらダーツできるよ、俺の腹で、乳輪で。ここは山田が滑っててどうしようもないんで、じわる感じのあれにしときます。はい、ということでね、あの作業を無限に繰り返して8分37秒ということでね、かかった時間1時間15分。撮影してなかったら多分1時間くらいで終わったんですけど、1時間15分ですが、予定にはギリギリ間に合うということでね、夜から配信あるんでさっさと動画撮影とか終わっていかないといけないんですけど、いやー疲れた。前半割ときっちりやったんですけど、後半割とね、ちょいってやってしまったんで、こっから字幕を入れつつ、細かくね、さらにカットしていって8分くらいになるんじゃないかなと思います。でその後にね、ヤマダハウスはこういう音量ですね、ここね今音量ゲージなんですけど、いじってるやつ、これをねこんな感じで黄色がちょっと赤が光るくらいまで上げたら、スマホのね音量2とか3でちょうどよく聞こえるような感じになるんで、なんだかんだ音量調整が一番めんどくさいですけどね、一言一言全部こんないじっていかないといけないんで、でこれをやってで BGM つけて終わりっていう感じです。今日出す動画じゃないんで、ね、明日出す動画なんで、山田に投げて僕はまた次の別の動画の編集に入りたいと思います。ということでね、これで動画編集に興味持ってくれたら、まあ全然ありがたくはないです。太田さんのおかげで COD 始めました、のフローで動画編集始めましたって言われたところで嬉しくはないです。ですがね、興味ある人はやってみてください。楽しいですよこの作業は。まあ俺も元々はね、河川さんの DO2 の Adobe After Effects の使い方みたいなエディットの仕方っていう動画から動画編集入ったから、この動画を見て少なからずね始める人一人くらいいるかもしれませんけど、まあ、僕はね河川さんの動画見た後に iMovie を使ってますんで、皆さんいきなり Adobe とか使わない方がいいですよ。無理やから。初見 Adobe は無理。おすすめソフトはダヴィンチレソルブみたいなソフト、あれはすごい使いやすかったということで、ちょっと時間がやばいんで、ね、もう家出ないとやばいんで、この辺で動画終わりにしたいと思います。ありがとうございました。